どうもこんにちは、京子です。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は使い方を間違えると超危険な内容となっております。題して、使うと売上が10倍になる悪魔的ビジネス心理テクニック40選ということで、人の行動を自由に操ってしまうという商売をする人にはかなり強力な武器になる内容です。超網羅的に、そして身近な実例を交えて解説していくので、明日から使えるし辞書的な動画コンテンツになります。概要欄に超詳細な目次をセットしておくので、必要な時に何度も戻ってきて学習してみてください。前回のウェブライティングの動画もこんな感じでかなり好評だったのですが、今回の動画もかなりの力作となっており、正直有料で販売してもいいぐらいのクオリティだと自負しています。今回もあなたの売上に直結するお話なので、前回の動画と合わせて見ていただくと販売力が 1.5 倍増強されます。商売、つまりマーケティングの世界では、稼げている人は意識的か無意識的か、必ずと言っていいほど心理的なテクニックを駆使しています。あなたがもしこれを知らずに、ただ商品のメリットを熱弁していたとしたら、物は絶対に売れません。ブログなどでアフィリエイトするにしても、自分の商品を販売するにしても、多くの人が勘違いしているのはこれです。商品の魅力を一生懸命伝える、頑張って売り込む、熱意を持ってセールする。残念ながらこれではやっぱりダメなんです。お客さんは商品を購入するのは好きなんですよ。でも説得されて購入するのは大嫌いなんです。自分で決めて購入したいと思ってるんです。そう、今回お伝えする内容は、お客さんの方からどうか売ってくださいと懇願される仕組み作りに必要な心理テクニックです。これを意図的に使えると、あなたのビジネスの再現性は圧倒的に高まり、売上を自在に操ることができるようになります。結局仕事とは顧客心理の理解につきますからね。売上が上がらない、稼げた時の要因が分からず再現できない、売れたり売れなかったりで波がある、大丈夫です。今回の動画でみっちり学習すれば、売上を10倍にしたり、こちらから売り込まなくても物が自然と売れたり、自分で売上をコントロールできたりします。今回も圧倒的に分かりやすく動画を作りましたので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今日も始めていきましょう。悪魔的心理テクニックの一つ目がウィンザー効果です。ウィンザー効果というのは、当事者からの情報よりも少し離れた第三者からの情報の方が信憑性が高いと思う効果のことです。ネットの世界でセールスするとき、売りたい張本人がいいですよいいですよっていうのにはあまり信憑性がないですよね。そこで出てくるのが口コミや評判です。ネットで商売するときは、自分の商品を売るか他人の商品を紹介するしか極論ありません。いずれにしてもこの口コミは効果的に働きます。自分の商品でいけば、いかにいい口コミが発生させられるかが売上の鍵になりますし、他人の商品を紹介する場合でも第三者の口コミで信憑性を高めることができますね。ちなみに SEO アフィリエイトするときも、口コミや評判というキーワードは制約の取りやすいキーワードです。化粧品なんかでは女性の方ならわかると思いますが、芸能人の誰々が使っているとか、アットコスメでランキングナンバーワンとか、こんな風に書かれているとついつい欲しくなってしまいますよね。これウィンザー効果とすごく似ているんですが、こういうのをバンドワゴン効果と言います。たくさんの人がいいと言っているからいいものに違いない、こんな風に思ってしまう効果のことなんですね。サイトを作って何か商品をセールスしたい場合には、第三者の声を入れることでウィンザー効果またはバンドワゴン効果が働き、商品の魅力をアピールすることができます。悪魔的心理テクニックの2つ目はバンドワゴン効果です。バンドワゴン効果とは、大多数の人が選んでいる選択肢を魅力的に感じてしまう心理効果のことです。例えば、みんなが使ってるから私も欲しいとかですね、別名社会的証明の心理とも言われます。〇〇ランキングナンバーワン、利用者数何名突破、よくあるこんなキャッチコピーを見るとついつい気になってしまいますよね。他にも SNS でいいね数が多かったり、話題性の高いトピックは
本来それほど興味がなくても気になってしまいます。どれも多くの人が興味を持っている商品やサービス、あるいはトピックですから、バンドワゴン効果が働き、自分も購入してしまったり、いいねなどのエンゲージメントが集まりやすくなります。売れてる商品はより売れるし、話題が話題を呼ぶし、人が集まるところには人が集まります。悪魔的心理テクニックの3つ目はスノッブ効果です。スノッブ効果はさっきのバンドワゴン効果の逆パターンです。自分は人と同じになりたくないっていう心理効果です。人は誰しも自分を特別な存在にしたいものなんですね。例えば自分だけが価値を見出して買ったのに、ある日みんな持っていたら急に魅力がなくなった、こんな経験ありませんか？自分だけが特別と思っていたのに急に陳腐化したような気持ちになるんですよね。スノッブ効果は希少性や限定性に現れます。例えばこんな感じのコピーについつい引き付けられてしまいませんか？会員限定、〇〇部限り、限定モデル、これは自分だけしか得ることのできない希少性の高い価値に感じるんですね。自分の商品の差別化をすることで顧客に特別感を与えることはマーケティングの基本とも言えます。悪魔的心理テクニックの4つ目がベブレン効果です。ベブレン効果とは価格の高いものを買って自己顕示欲を満たす心理効果のことを言います。似ている心理テクニックでも若干違うので整理しますと、バンドワゴン効果はみんなと同じものを持ちたい心理、スノブ効果は人と違うものを持ちたい心理、ベブレン効果は人が持てないような高価なものを持ちたい心理です。こんなイメージですかね。セットで覚えると分かりやすいかと思います。みんなが持つことのできないような高価なものを持って自己顕示欲を満たしたいという心理を利用した効果ですね。商品ラインナップとかでも必ず高価格帯のラインってありますよね。例えばシャンプーとか柔軟剤なんかもワンランク高いラインってありますよね。定番商品よりは売上点数はもちろん落ちるんですけど、一定の人気があるそうです。メーカー営業をしている私の友人から聞きました。これも人とは違う価値を求めるベブレン効果を利用したものですね。やはり先入観として安いものはそれなりの品質のイメージがありますし、高いものはプレミアムな感じがします。高価格帯のラインナップにも一定数の需要がありますから、自分の持っているサービスや商品をグレードの高いバージョンにしてみるのもありかもしれません。その場合はもちろん中身の差別化が必要ですけどね。悪魔的心理テクニックの5つ目が両面提示です。人はいいことだけを言う人のことを怪しいと疑います。この商品いいですよ、このパーツがどこどこ製で何十万人の人が買っていてお値段も激安です、こんな感じでいいことだけをわーっと並べられても買う気ってしないですよね。逆にうまい話には裏があると身構えてしまうのではないでしょうか。メリットだけではなくデメリットも誠実に開示してくれる方が信頼できませんか。これは記事を書いたりセールスライティングする時にも使えます。いいことだけではなくて悪い情報をしっかりと開示する、こうすることで読者の信頼を勝ち取ることができるんですね。デメリットをしっかり開示する方がメリットに信憑性が出るんですね。ただ売りたいだけのステマじゃない印象も与えます。でも悪いこと言ってしまったら物は売れないんじゃないか、こんな風に不安になる気持ちもよくわかります。ですが次の心理テクニックを見ればきっと安心してもらえるはずです。悪魔的心理テクニックの6つ目がプロスペクト理論です。プロスペクト理論は損失回避の心理をついた意思決定のメカニズムです。人が行動するときは何かの価値を得たいからなのですが、それも2種類あるんです。それはデメリットの回避とメリットの獲得です。どちらの方が人を動かすかといえば損失、デメリットの回避なんです。プロスペクト理論の証明にこんなテストがあります。 100% の確率で4000円もらえるくじ、 80% の確率で5000円をもらえるけど、 20% の確率で0円のくじ、あなたはどちらを選びますかという実験です。皆さん一度考えてみてください。実はこの実験すごく面白くて、大体の人が1番の確実に4000円もらえるくじの方を選ぶんです。得をしたいより損したくない方が気持ち的に強いってことですよね。プロスペクト理論が効果的に働くのはウェブライティング全般とコピーライティングです。
例えばネガティブ系のタイトルであれば損失回避の心理が働き、どうしてもクリックしたくなります。他にもウェブライティング全般で、先ほどの両面ページの内容を応用し、メリットだけではなくデメリットも誠実に開示することは逆に信頼を勝ち取ることになります。悪い情報も誠実に開示するから信頼されるし、プロスペクト理論によって損失回避の心理も満たされるわけですね。悪魔的心理テクニックの7つ目がマッチングリスク意識です。マッチングリスク意識とは、ユーザーが商品を購入するときにその後に待ち構えるリスクやデメリットを意識する心理のことです。こちらも損失回避の心理を伴うプロスペクト理論がそうさせるんですね。買ってみてから損をしたくない。本当にこの商品を買って大丈夫なんだろうか。そんな気持ちが先行して、買いたいくせにわざわざ Amazon の星1のレビューを見に行ったりしていませんか？あえて自分で探しに行ったくせに悪評を見て、ああやっぱり買わなくてよかったって納得することってありませんか？人はなるべく損したくない生き物なんですね。マッチングリスク意識をなるべく低くするためには、徹底的に購入後のリスクやデメリットを購入前に排除しておく必要があります。例えば両面提示のところでお話ししたように、あえて悪い情報も先に出してあげるのも有効です。その際は情報を出す順番を最初にするのがポイントでしたよね。あえてデメリットをこちらから開示する方が信頼性が上がるという結果もあります。購入した後に損したくないっていうハードルを取っ払うためには、返金保証をつけてあげるのもいいでしょう。基本的に返金保証をつけても使う人は全体の 1% くらいです。人は一度所有したものをなかなか手放さないという特性がありますからね。他にも社会的証明として第三者の口コミや権威を PR する方法もあります。他の人がこんなデメリットもあったけどそれを上回るメリットがあって購入してよかった、こんな風に言っていたら案外すんなり購入したりするものです。権威を示してハロー効果というものを掛け合わせるのも有効です。ハロー効果については後ほど解説します。例えば権威っていろいろあるんですが、コロラド大学で〇〇という実験をしてこのような結果が証明されていますっていう一文を追加するだけで内容に信憑性を持たせることもできますよね。 Amazon のレビューであれば星の数も権威に当たりますし、個人でネットビジネスをしている人であればフォロワー数や稼いだ金額などの実績も権威に当たるかもしれません。人は権威に弱いですからね。この人の言っていることだったら間違いないかもと思えばマッチングリスク意識も低くなります。悪魔的心理テクニックの8つ目が現在思考バイアスです。現在思考バイアスとは、目先の利益を優先してしまう心理傾向のことです。現在思考バイアスの実験でこんなものがあります。今すぐもらえる10万円、1週間後にもらえる10万1000円、あなたはどっちを取りますか？こんな実験です。一度考えてみてください。この実験では多くの人が今すぐもらえる10万円を選ぶことが証明されています。それほど人というのは長い目で見た時の利益より目の前にある利益を取ってしまうっていうことですよね。現在思考バイアスはビジネスにおいて2つの観点から利用することができます。1つ目は販売者としての利用です。自分が何か商品を販売する場合、長期的なメリットと同時に目先の利益も用意しておくべきです。例えば登録するだけでもらえる無料特典とか、すぐに手に入る何かです。花咲人参とはよく言うものですが、目の前のご褒美は行動するモチベーションになったりします。私も午後からサウナ行こうみたいなモチベーションで怒涛のごとく午前中仕事を片付けることありますからね。もう一つの観点としてはビジネスのマインド面に対してです。こちらのツイートでも言ってるんですけど、人っていきなり大きな結果を期待しますよね。しかも確実に短期間で。人生を変えたいと思った時、ダイエットしたいと思った時、副業で稼ぎたいと思った時、残念ながらその短期確実思考が失敗を生む。毎日 1% の改善をすることでしか結果は得られないんですよ。初めからその心づもりがある人が勝つ。このようなツイートです。これは確実に言えることなんですが、ビジネスで成功する人は短期確実思考ではなく長期的な投資の思考を持っています。
例えばネットビジネスにしてもいろいろなやり方がありますが、すぐに結果が出るものほど稼げる金額が小さくて労働型なんですよね。本当の意味でビジネスを成功させたいのであれば、自分が動かなくても回る仕組みを作らなければいけないわけで、そうなってくると長期的な視点が大事になってきます。そのために長い目で見て自己投資や先行投資できる人だけが残っていくんですね。悪魔的心理テクニックの9つ目がサンクコスト効果です。サンクコスト効果とは、過去に支払ってしまった損失を何とかして取り返したいという心理を利用した効果です。例えばパチンコなどが分かりやすい例だと思います。負けが込んでくると利益を得たいっていうよりは、負けた分を少しでもいいから取り戻したい、まあ、こんな気持ちになるそうなんですよね。私はパチンコをしないので分からないんですけど、そう聞きますよね。一番合理的なのはやめることなのに、さらに追加でお金を使ってまで損失を取り返そうとしてしまうと、まあ、これぞまさにサンクコスト効果ですよね。今までたくさんお金をかけてきたんだからもったいない、こうしてさらにプレイを続けてしまうんですよね。パチンコなどのギャンブルじゃなくてもサンクコスト効果は働きます。例えば年会費の必要なサービスやフロントエンド商品の存在です。ちなみにフロントエンド商品とは、本命の商品の前にお試しや軽めの商品でまずは中身を知ってもらうために販売するものです。年会費を払っているサービスであれば、もしかしたらポイントが溜まっているかもしれないし、長いこと使って会員ランクが上がっているかもしれません。それなら新たなサービスに乗り換えるのはもったいないし、今まで通りのサービスを使おうとなるわけです。フロントエンド商品で先に軽めの低価格の商品を購入できることってないですか？お試し価格500円とかよくありますよね。これもサンクコスト効果が働き、せっかく500円払ったんだから継続して使ってみようかなってなったりするわけです。悪魔的心理テクニックの10個目が保有効果です。保有効果とは、自分が持っているものに高い価値や愛着を感じて、それを手放すことに抵抗を感じる現象です。例えばこのような実験があります。行動経済学のダニエル・カーネマン氏は保有効果についてこのような実験をしました。 1. まず大学生を A グループと B グループに分ける。 2. A グループには大学のロゴ入りマグカップを与える。 3. マグカップを手に入れた A グループにいくらだったら B グループに売るかを聞く。 4. マグカップを持っていない B グループにいくらだったら A グループから買うかを聞く。こんな内容です。結果、マグカップを手に入れた A グループは 7.12 ドルなら売ると言いました。そして B グループは 2.87 ドルなら買うと言いました。あれ？金額に差が出ていますよね。なんと2倍近くも価値の感じ方に開きが出たんです。これは手に入れたものを失いたくないというプロスペクト理論と、現状をキープしたいという現状維持バイアスの2つが絡み合って起こるものです。こちらもやはり自分の商品を持つ人がマーケティングで使える心理効果ですよね。 1. 返金保証をつける。まずは手に取ってもらって所有してもらうことで手放せなくなるんですから、無料お試しとか返金保証は保有効果を与える上でも有効ですね。 2. 低価格でトライアル。低価格で敷居を低くして、まずは所有してもらうことで保有効果×サンクコスト効果の相乗効果が期待できます。いくらかでもお金を払っていれば、今まで支払っていたものの分価値が高まり、サンクコスト効果が発動しますよね。 3. 値上げをする。オークションなんかが分かりやすいんですが、最初は500円で購入しても現在価格が1万円なら500円で手放したりはしないはずです。例えばコミュニティなどのサービスを持っている人であれば、ある一定の価値が高まったところで値上げするのもありでしょう。すでにそのサービスを利用しているユーザーには損失回避の心理も働き、より長くそのサービスを利用してくれるはずです。悪魔的心理テクニックの11個目がグッドマンの第二法則です。グッドマンの第二法則とは、ネガティブ情報の広がりに関する定義なんですね。ネガティブな情報はポジティブな情報の2倍から4倍の広がりを持ちます。いい口コミを自発的に広げようと思う既得な人はそういなくても、ネガティブな口コミは拡散したい積極的な理由がありますよね。特にネットが発達している今、悪い情報は驚くほど早く拡散してしまいます。自社商品や個人で独自商品をネットで販売している人には口コミのコントロールはすごく大事です。
何もしなければ普通は悪い口コミの方が圧倒的な広がりを見せますからね。ここでグッドマンの第一法則、第三法則を使うといいでしょう。グッドマンの第一法則は簡単に言うと、クレームを申し立ててきたお客さんに対して誠実に対応した場合、クレームを言わなかったお客さんよりも最高優率が高くなるというものです。万が一直接ネガティブな意見が寄せられたら真摯に対応することで逆に売上を伸ばすことができるかもしれませんね。これを別名リカバリーパラドックスとも呼びます。次にグッドマンの第三法則はさっき解説した両面提示とも通ずる部分です。企業やサービス提供者側がいい情報も悪い情報もあえて全面開示することによって信頼を得られてポジティブな評価を得られるというものです。自社サービスや独自コンテンツ販売している人はクレームに直面することは必ずと言っていいほど来るんだけど、グッドマンの法則を意識してネガティブ意見をチャンスに変えることができそうですよね。プラスいい口コミは積極的な理由が薄くなりがちですので CTA コールトゥアクションをするといいですね。感想を聞かせてくれると嬉しい、フィードバックを踏まえてより改善したい、みんなの声が励みになる、まあ、こんな風に改めて声に出して促してあげると口コミも表面化しやすくなりますね。悪魔的心理テクニックの12個目は心筋効果です。または終末効果とも言います。これって最後に触れた情報が最もその人の印象を左右するというものです。反対に第一印象が全てみたいなのは初等効果といい、心筋効果とセットで使われます。この心理効果は主に対面とか人に対して使うものなのですが、ネットの世界では初対面や最後の印象が明確に区別できませんよね。人によってタッチポイントも違うわけですしね。ですが情報の出す順番にもこの効果を当てはめることができます。例えばですがデメリットの開示順です。両面提示のところでもお話ししましたが、デメリットも提示した方がいいんです。問題は順番です。悪い情報は最初に出すことで印象を和らげることができます。後味を悪くしないっていうことですよね。ブログなどウェブライティングをするときはいい情報で最後を締めるようにするといいですね。悪魔的心理テクニックの13個目が一貫性の原理です。この一貫性の原理というのは自分の言ったことややったことに辻褄を合わせたくなるという心理のことなんです。やっぱり言ってることとやってることが違うと周りに言われるのも自分で思うのも嫌じゃないですか。だからなるべく整合性を取ろうとするんですよね。こちらはセールスマンのテクニックでもよく使われるのですが、イエスと言わせたい本題に入る前の冒頭でたくさんのイエスを引き出すというものです。これをイエスセットと言います。なるべく早くパソコンのスキルを高めたいと思いませんか？イエス。できれば通学することなく在宅で隙間時間を使いながら技術を身につけたいですよね。イエス。オンライン完結型のパソコンスクールはこちら。1番と2番でイエスを引き出しておけばパソコンスクールの訴求も通りやすくなりますよね。例えば価格帯の高いサービスを販売している場合など複数の段階を踏みます。よく使われるのは2ステップマーケティングなのですが、そのロジックは一貫性の原理を利用したものです。2ステップマーケティングとは制約までに2段階以上の段階を踏むマーケティング手法です。例えば簡単に実行しやすい行動をしてもらってから本サービスをクロージングするなどですね。無料お試しから商品購入、無料メルマガ、フロントエンド商品、バックエンド商品、一旦軽めのお願いを受け入れると一貫性の原理が働き、後の要求も辻褄を合わせるかのごとく受け入れてもらいやすくなります。心理テクニックでいうとフットインザドアも一貫性の原理ですよね。悪魔的心理テクニックの14個目がローボールテクニックです。ローボールテクニックとは先ほどの一貫性の原理を応用した心理テクニックです。まずは相手の承諾しやすい条件だけを提示してその後にどんどん条件を追加したり排除したりする交渉術です。簡単な要求を先に受け入れてもらってからハードルの高い要求を受け入れてもらうフットインザドアとも似ているんですが少し違います。ローボールテクニックはあくまでも最初に承諾しやすい条件を飲ませてから悪い条件を追加したり逆にいい条件をなくしてしまったりするんですが、一貫性の原理が働くために最初に承諾したことと辻褄を合わせるがごとく要求を受け入れてしまうことなんですね。ローボールテクニックは使い方を間違えるとお客さんに騙されたっていう印象を与えてしまうので使い方に注意しましょう。例えば
返金保証付きと謳って申し込みやすいサービスだと思ったのに、蓋を開けてみたらめちゃくちゃ厳しい条件付きだったとかよく聞いたことありますよね。結局は中に入ってみたら条件が変わるっていうロジックですから、ある程度そのやり方が世間で認識されている範囲の中で使うことをお勧めします。例えば無料で利用できるが、一部有料コンテンツがある、これは世間一般にもよくある話で、今さらびっくりすることでもありません。無料で購入、低価格商品の購入が、オプション購入やクロスセル、これもよくありますよね。アプリとかゲームとかでも最初は無料で使えるんだけど、課金しないと進めませんよね。最初は安く買って、買ったら関連商品を勧められることもよくありますよね。これも普通です。自分の商品を持っている人はこうやってある程度世間で認められている範囲でこのテクニックを使うといいです。ストレートに販売するより売り上げが2倍は変わると言われていますからね。悪魔的心理テクニックの15個目が認知的不協和です。一貫性の法則に深い関連を持っています。人は辻褄の合わない出来事が起こると、なんとか自分の行動を正当化するため自分を説得し始めます。これが認知的不協和ですね。例えばダイエットしたいのに甘いものを食べちゃう、時々は甘いものを食べないとストレスで逆に太っちゃうからとか、こんな風にもっともらしい理由を見つけてきて甘いものを食べることを正当化しちゃうんですよね。ビジネスは3日未満で結果が出るようなものはほとんどありません。経験を積まないとわからないことも多いからです。これ大切になってくるのがセルフコントロールなわけなんですが、残念ながら人間は楽な方に流れたい生き物です。勉強したいけどなかなかできない、もう少し知識を貯めてからやらないと失敗して逆に遠回りになるしな、作業したいけど途中で YouTube を見ちゃう、 YouTube も情報収集の一環だ、自己投資したいけどできない、無理したら続かないかもしれないし、まずはレバレッジゼロで頑張ろう、こんなことが起きてしまうわけです。本当はつべこべ言わず勉強した方がいいですし、作業した方がいいですし、自己投資もした方がいいんです。そういうのは分かっていても、それができない現実を正当化したくなってしまうんですよね。すごく難しいところではありますが、ネットの世界でビジネスの成功をつかみたいのであれば、自分に言い訳をしないことですね。とにかくやる、とにかく行動する、それしかありません。悪魔的心理テクニックの16個目が確証バイアスです。確証バイアスとは、自分の考えと一致する情報ばかりを集めてしまい、都合の悪い情報に蓋をするといった認知の歪みです。これって引き寄せの法則を科学的に話すと、根源は確証バイアスなんですよね。別名カラーバス効果というものがありまして、人は見たいものしか見えないということです。例えば新しい車を買った途端、その車種が街中で溢れ出したって思ったことないですか？これがカラーバス効果です。確証バイアスとの違いは、意識したものの情報が勝手に見えてくるわけじゃなくて、自分の先入観とか価値観に沿う情報だけが見えてくるんですね。で、都合の悪い情報はなかったことになってしまうみたいな感じです。思い込みや先入観がフックになるこの心理テクニック。では、どうしたら先入観を持ったり思い込んだりするのでしょうか。人が先入観を持ちやすくなるのは、圧倒的に社会的証明があるときです。口コミとか権威ですね。白衣を着たお医者さんが白い粉を渡してきたら薬だと思いますが、いかにもだらしない服装でドクロのネックレスをつけた人が白い粉を渡してきたらどう思うでしょうか。これが権威による思い込みです。口コミもそうです。みんながいいって言ってるんだから多分いいんだ、こんな風に思い込んでしまいます。これを悪用するのはよくありませんが、そういった第三者の評判がいい商品やサービスの方が売れるのは言うまでもありません。ユーザーはその先入観に沿った情報を何度も何度も見ることにより、ザイオンス効果、これが働いて、よりそれに対していい印象を抱くようになります。これっていうのは逆もしかりで、一旦悪評を見たりして悪い印象を抱いてしまうと、なかなかその先入観を払拭することができません。確証バイアスによってそれに辻褄の合うような情報をユーザーが集めてしまうからです。グッドマンの第二法則のところでもお話しした通り、口コミというのは悪い口コミの方が能動的理由があるため広がりやすい傾向にあります。もし自分で商品を持っている人であれば、いい商品を提供するのは基本中の基本ですが、どうやってポジティブな評判を表に出していくのか工夫しなくてはいけません。悪魔的心理テクニックの17個目はザイガルニク効果になります。ザイガルニク効果というのは、
中途半端な物事やまだ完成していない事柄の方を人は強く記憶するっていう心理効果のことを言います。これすごくうまいなって私思ってるんですが、任天堂スイッチとかって新作のソフトとかを無料で少しだけ試せるんですよね。であるところまでゲームをすると購入してくださいってなるんですね。いや私はやらないんですけど、まあ、子供がやるんで、まあ、そこまでやるとやっぱり欲しくなるじゃないですか、まあ、これもザイガルニク効果を凝ったビジネス戦略ですよね。フルやネットフリックスなんかでも最初は少し無料で試せて、あとは有料契約しないと見れないような仕組みになっていますよね。アプリとかも同じような仕組みを使っています。最近では記事を有料で販売できるノートとかでも冒頭を無料で見せつつ、続きを読みたい方は購入してくださいっていう流れですよね。このように未完成のコンテンツを見てもらうことで続きが気になり購入率が高まるっていうことは大いにあり得ます。もう一つ使い方としては自分サイドに使うことですね。自分の作業をあえて中途半端なところでやめるってことです。まあ、実はですね、キリのいいところまでやってしまうよりも中途半端なところでやめてしまうことで、そのことが気になって気になって仕方がなくなってしまって、次の日もフルパワーで作業できるっていう感じです。何でもそうなんですが、食べ過ぎると好きなものでも嫌いになるじゃないですか。嫌いになる一歩手前でやめておいて、常に作業が好きな状態をキープし続けることで継続ってできるんですね。自分をコントロールするためにこのザイガルニク効果を利用してみるのも効果が高いかもしれません。悪魔的心理テクニックの18個目はザイオンス効果です。ザイオンス効果とは別名単純接触効果とも呼ばれます。何度も繰り返し接触することで対象の相手に好意を持ったり信頼を寄せるようになる心理効果です。例えば初対面の相手には心理的にガードが固くなるんだけど、会う回数を重ねるうちに仲良くなるってことあるじゃないですか、あれですね。他にも何度も見るテレビ CM とかよく見かける広告なんかもいつの間にか評価が高くなってしまうものです。ウェブの場合はデジタルの世界ですから認知されなければもはやないのも一緒です。そこで努力すべきは自分のお客さんになるであろうユーザーとの接触回数を増やすってことですね。方法はいろいろあります。ウェブ広告かもしれないし、ブログ記事を書いて検索結果からユーザーとの接点を持つかもしれない、まあ、はたまた SNS で積極的に関わるかもしれないし、第三者の投稿で何度も見かけるかもしれない。こうしてたびたび見かけるサービスや人物に対して興味が湧いて好意的になり、より深く知りたくなるんですね。まあ、つまりビジネスにおいてはターゲットユーザーとの接点の間口を広く取り、認知拡大することが最初の段階として大切だということです。悪魔的心理テクニックの19個目は偏方性の法則です。偏方性の法則とは簡単に言うと、何かをしてもらったらお返しをしたくなる心理のことです。例えば困った時助けてもらったら、その友達が困っている時に、あの時助けてもらったからなってこっちも助けたくなりますよね。これはお返ししなきゃっていう偏方性の法則が働いているからです。これはウェブの世界でもよく使われる法則です。例えば無料プレゼントやブログ記事や YouTube などが超作り込まれていて有益だったり、普段からこのように顧客へ手厚いギブをすることで何かあった時には偏方性の法則により欲求が受け入れられやすくなります。普通に考えて何もメリットを提示してくれない人の頼み事なんて聞きたくないですもんね。ただし注意点は心からのギブが大事だということです。見返りを求めていることがスケスケに透けているギブは普通に嫌われます。他人と自分は合わせ鏡のようなものですから、自分が普段していることと同じものが他人から返ってくると思っておけば間違いありません。悪魔的心理テクニックの20個目はカリギュラ効果になります。カリギュラ効果とは禁止されるとやりたくなってしまうという心理効果です。ダメって言われるとやりたくなってしまいますよね、まあ、これのことです。カリギュラ効果を利用すると相手に望む行動を取りたくさせてしまうんです。カリギュラ効果はコピーライティングでよく用いられます。例えばブログ記事のタイトルや広告のコピーなどでこう書いてあったらどうでしょうか。絶対に見ないでください。悪用厳禁、痩せたい人以外閲覧禁止。どうですか、これ絶対開いちゃいますよね。セールスライティングでも実は使えます。モテたくない人は購入しないでくださいと言ってフェロモン香水へ誘導したり、痩せたくない人は買わないでくださいと言ってダイエット商品へ誘導したり、まあ、こんな風に言われるとそこまで禁止するほど効果があるのかって思ってしまいそうですよね。
悪魔的心理テクニックの21個目はブーメラン効果です。ブーメラン効果とは、説得されればされるほどその行動を取らなくなるっていう心理効果です。さっきのカリグラ効果は禁止されるとやりたくなるって言ったものでしたよね。このブーメラン効果はその逆です。勉強しなさいと言われればやりたくなくなるし、この商品を買うべきだと言われれば意地でも買いたくなくなるものです。これは心理的リアクタンスという、自由を制限されるほどその自由を取り戻そうとする心理も関係してくるんですが、分かりやすく言うと、誰かの説得に応じるっていうことは言いなりになって自由が奪われるような感じがして抵抗してしまうんですね。もうわかると思いますが、商売に説得は不要なんですよね。することがあるとすれば、顧客に気づきを与えることです。例えば問題提起だったり、悩みの寄り添いと共感、潜在ニーズの言語化とかですよね。ブログとかツイッターなどのテキストコンテンツであろうと、 YouTube などの動画であろうと、販売ページだろうと、顧客に行動を起こさせたいのであれば、これらの相手サイドの考え方が必要です。こちらが先回りして悩みを解決してあげた先にユーザー行動はあります。消費者というのはいつでも自分で決めて買いたいんですね。だからメリットの列挙とか性能の説明とか、あなたの話したいこととかは本当に驚くほど相手に響きません。これを優先順位一番に考えた時、説得は不要だとわかるはずです。悪魔的心理テクニックの22個目はピークエンドの法則です。ピークエンドの法則はアメリカの心理学者兼行動経済学者のダニエル・カーネマンにより提唱された心理効果です。物事のピークとエンドの印象で全ての評価が決まるといったものです。確かに学生時代の思い出はって聞かれたら、修学旅行とか学園祭とか卒業式って思い浮かべませんか？修学旅行とか学園祭で大失態を犯して、卒業式で好きな人に振られれば、学生時代全体がいい印象にならないイメージですよね。ピークエンドの法則はブログ記事や動画のトークでも使われています。例えばブログ記事や LP などのテキストコンテンツであれば、文中の一番盛り上がる箇所あたりで一度売り上げにつながる話を入れるはずです。もしかしたら広告リンクかもしれませんし、自社商品の話かもしれません。そして文中の一番最後でもう一度売り上げにつながる話をします。記事下はクリックされやすい箇所ですからね。アフィリエイトしている人であればアフィリエイトリンクを置くでしょうし、売り上げにつながるようなページに内部リンクを置くかもしれません。対面のセールスや動画でのトークでも同じです。話が一番盛り上がっているピークの時に商品のメリットを印象付けたり、逆にデメリットは記憶に残らないフェーズでさっと話を終わったりします。そして最後はその商品がいかに魅力的でお得なのかを印象付けたりしますよね。最終的にピークエンドの印象が良ければ話全体がいいものと認識され、購入される確率は高くなります。悪魔的心理テクニックの23個目はバーナム効果です。バーナム効果とは、誰にでも当てはまるような情報を聞いて自分のことだって思わせる心理効果です。占いとかでもよくありますよね。あなた今お金で悩んでいませんか？え、なんでわかるの？大体の人がお金で悩んでいます。でもこうやって言い当てられると相手の言うことに信憑性が増しますし、それ以降の話を信じやすくなりますよね。これってセールステクニックのイエスセットとも似ています。話の冒頭で何度もイエスを引き出すことで相手の存在自体を肯定するようになります。タモリさんも番組の冒頭でイエスセットを使っています。今日は暑いですね。そうですね。この日はガリガリ君が美味しいですよね。そうですね。クーラーも必須ですよね。そうですね。からの明日も見てくれるかな？いいとも。笑っていいともね、知らない方がいたら申し訳ございません。自分で言ったことは一貫性の法則によって守られる確率が高まりますから、きっと明日も見てくれるでしょうね。タモリさんのテクニックでどれだけ視聴効果が上がったか、ちょっと想像してみてください。バーナム効果はマーケティングでも入り口にあたる興味づけに利用されることが多いです。例えばテキストコンテンツのタイトル、テキストコンテンツのリード文、広告のキャッチコピー、タイトルにモテたい人必見っていう言葉があればどうでしょうか。モテたくない人なんかいませんよね。つまり自分が見るべき内容かもってなります。リード文にこんな言葉があったらどうでしょうか。モテたいけどなかなかうまく話せないんではないですか。どうすればいいか分かっていても行動に移すタイミングがつかめなかったり、告白しても振られたらどうしようっていう不安があるんじゃないですか。こう言われると全て大体の人が当てはまりますよね。
心の中でイエスを引き出すことができれば、それ以降の文章は読まれやすく、信じてもらいやすくなります。キャッチコピーも同じです。広告バナーにデカデカと次のような言葉が置いてあったらどうでしょうか。モテたいあなたの必読書、思わずクリックしてしまいそうですよね。悪魔的心理テクニックの24個目はカクテルパーティー効果です。カクテルパーティー効果もバーナム効果と同様、話を自分ごと化する心理効果です。人は自分に関係のある話はピックアップして集中できるわけです。例えばカクテルパーティーのようなざわざわした場所でも、自分の場所を呼ばれればすぐに気づくはずです。名前っていうのはとても自分に関係の深いものですからね。膨大な情報があふれるネットの世界で、今ってなかなかじっくりコンテンツを読んでもらうことができにくくなっています。あまりに便利になりすぎて、自ら能動的に情報を探すという検索行動より、プラットフォーム側でおすすめしてくるコンテンツをただなんとなく見る人が多くなりました。これは SNS の普及が進み、レコメンドエンジン的な要素が増えたからですね。レコメンドエンジンっていうのは、利用者が自ら検索しなくてもプラットフォーム側で勝手にその人にマッチしたコンテンツをおすすめしてくる仕組みのことです。そこで自分のコンテンツを自分ごととして捉えてもらうことができなければ、スルーされるのは確実ですよね。やはりネットビジネスで使う場合でもバーナム効果と同じく、テキストコンテンツのタイトル、テキストコンテンツのリード文、広告のキャッチコピー、このあたりのことに気をつけると、カクテルパーティー効果が働き、あ、これ私のことだっていうフックから中身を見てもらうことにつなげやすくなります。結局どうであっても中身は見てもらわないと話が始まりませんからね。悪魔的心理テクニックの25個目はアンカリング効果です。アンカリング効果とは、先に入ってきた情報がその後の行動に影響するといったようなものです。アンカリング効果のアンカーとは、船の錨を指し、最初の情報が船の錨のようにその後の判断の軸になるんですね。例えばライターさんに記事を依頼したら、納期は5日ですと言われたのに3日で完成しましたってなったら、5日がアンカーだったところが3日に縮まってるんで、スピーディーに対応してくれたような気がしますよね。でもこれが最初から3日で納品ですって言われていたら、予定通りなわけですからスピーディーだとは思わないですよね。アンカリング効果はビジネスでは主に価格設定で使われることが定番です。通常の価格、アンカーからの割引価格でお得感を演出する方法ですね。1万円の商品が 50% オフで5000円、3000円の商品が 50% オフで1500円、同じ 50% オフでも1番の方がお得感がありますよね。相場のない商品では顧客も基準がないですから、最初の価格が基準になります。まあ、とはいえこのアンカリング効果は不当に使うと法律違反になります。例えば100均で買ったお茶碗を通常価格1万円って言って、それを 90% オフの1000円で販売したとしましょう。これは景品表示法の二重価格表示に該当します。家電量販店の場合、家電製品の店頭価格について競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際よりも高い価格に設定し、そこから値引きを行っていた。メガネ店の場合、フレームプラスレンズ一式でメーカー希望価格の半額と表示したが、実際にはメーカー希望価格は設定されていなかった。デジタルコンテンツなどの無形商品を販売する場合は価格を自由に決められますので難しいところではありますが、競合他社との相場感から逸脱した基準価格をつけての値引きは二重価格表示に該当する可能性があるので気をつけましょう。基準アンカーを定める際には、価格以外にもその商品やサービスにかかったコストや時間、技術なども提示することができます。デジタルコンテンツの例でいくと、1時間でサクッと作った商品と、1年間人件費と全リソースをつぎ込んで作った商品とでは基準価格が全く違います。何をアンカーに使うかは人それぞれですが、適当な商品やサービスではそもそもアンカリング効果を発動することができないので、そのあたりは注意しましょう。悪魔的心理テクニックの26個目は心理的財布です。心理的財布とは、シーンによって私たちの心の中に複数の財布があると定義づけた理論です。例えばデートの時なら1万円のコースを食べても高いと思わないのに、友達と居酒屋に行くなら3000円が限度っていう人もいます。ディナーなら5000円、ランチなら1000円とか、まあ、こんな感じです。これも結局は最初の基準値の問題です。車になら100万円まで払っていい、本なら1500円まで払っていい、
パソコンなら20万円まで払っていい、まあ、例えばこのような感じです。ウェブマーケティングを分かっている人であればペルソナやセグメンテーションという言葉を聞いたことがあるかもしれません。自分のビジネスのお客さんはどんな人でどんな風に分類されるかをあらかじめ分析するんですね。この心理的財布にも各セグメントごとに心理的財布の許容量に違いがあります。例えば学び系とかビジネス系の分野では当然ですが、学びに対するモチベーションの高いペルソナが集まっています。そのペルソナの中でもいろんな分類の人がいるわけです。何のリスクを取ることなく全て無料で学びたいクレクレタイプ、本などの安価な先行投資のみで地道に行きたいタイプ、ビジネスマインドが出来上がっていて学びに投資を惜しまないタイプ、このそれぞれのタイプの人たちが痛みを感じる金額には違いがあります。例えばクレクレ君タイプのユーザーであればそもそも100円でも痛みを感じるでしょうし、逆に投資を惜しまないタイプであれば支払うことに痛みを感じないかもしれません。当たり前ですが、自分のビジネスを展開する際にはなるべくそこの分野に心理的財布の許容量が大きなペルソナをターゲットにするべきです。そんなペルソナどこにいるねんって突っ込みたくなるかもしれませんが、教育することも大事です。日々の発信の中でユーザーに対するナーチャリング、まあ、つまり教育のことなんですけれども、これをしていく必要があります。顧客の基準値を作るためにポジショントークをすることもあるでしょうし、それも必要なことですね。悪魔的心理テクニックの27個目はフレーミング効果です。フレーミング効果は物の言い方や伝え方によって大きく印象が変わる心理効果です。例えばあなたが1万円持っているとして、1万円も持っているなのか1万円しか持っていない、これだとだいぶ印象が違いますよね。主に物を販売するためのセールスライティングや広告などに使われるコピーライティングで用いられることが多いです。 92% の人が満足しています。満足できなかった人はわずか 8% でした。例えばですが、この2つなら絶対に1番の文章を使うはずです。あえてネガティブな情報を PR に使う人なんていません。別にどちらも言っている内容は同じなんですけど、 PR として使用する場合はメリットの大きさを訴求する方が圧倒的に効果的です。悪魔的心理テクニックの28個目はストループ効果です。ストループ効果とは複数の異なる情報を同時に見ると混乱してしまうといったものです。ちょっとこれを一度見てほしいんですけど、なんか頭の中混乱しませんか？本来赤だったら赤色だし、青色だったら青だし、黄色は黄色だし、黒は黒、まあ、これだったらスッと入ってくるんですよね。ストループ効果がビジネスの世界で発揮されるのはデザインの分野です。例えば販売ページで必ずクリックしてほしい場所にはいかにもクリックできそうなボタンデザインが必要ですよね。ボタンのデザイン感だけではなく、ボタンの中にある文言も重要です。いかにもクリックできそうなボタン画像なのに中の文言がこちらではクリック率はだだ下がりでしょう。タップするとかクリックするとかであればボタン画像との整合性が取れますので、ユーザーの行動もスムーズになります。悪魔的心理テクニックの29個目はハロー効果です。ハロー効果は認知バイアスの一つで、ある一つの特徴がその他全体の評価に影響を与えるといったものです。よく見た目が9割とか言いますが、他にもあります。例えば学歴が高いっていうだけでなんか仕事ができるようなイメージになったりとか、雑誌に載ったっていうだけで品質が高いに違いないと思ったりとか、ビジネスの世界ではハロー効果は主に権威づけに使われます。例えばですが、マーケティングの一環として情報発信をするとして、私の場合はね、 YouTube でトークをするわけなんですが、ビジネス系教育系の内容なのにヒップホップのような服装をしていたり、若い子のようないでたちだと話に説得力とか信憑性を持たせることができないんですよね。だから私の場合は、まあ、以前だとね、黒いジャケット、まあ現在は白シャツ一択です。そして黒板の前で話すことによって話の内容を安心して聞いてもらう工夫をしております。他にも口コミなど星の数でもハロー効果は働きますし、フォロワー数などもそうでしょう。自分に権威をつけるあらゆるものはハロー効果を発揮し、あなたの発言に説得力を持たせます。悪魔的心理テクニックの30個目はクレショフ効果です。クレショフ効果とは複数の画像や映像が並べられると、それらに関係がなくても無意識に関連付けて特定の意味を持たせてしまうという認知バイアスのことです。例えば草原の映像と扇風機が映っていたら、清々しい風が吹きそうなイメージになりますよね。こんな風にイメージ操作に使われることが多いです。
マーケティングでは広告クリエイティブなどにクレショフ効果を使いますね。相手に抱いてほしい印象に合う画像を組み合わせることで、そのサービスや商品自体の印象をコントロールすることができます。自分の商品を持っている人なら LB などにもクレショフ効果は働きます。ペルソナが若い男性であればダークめのカラーをベースにギラギラしたイメージにするとか、そういう LB だとなかなか女性は入ってきにくくなりますし、逆に若い男性には刺さります。女性向けサービスであればパステルカラーをベースにしふんわりとした印象にすると女性からの印象が良くなります。サイトやブログを作るときにも使えますよね。全体の見た目を決めるときにどんな人に見てもらいたいのか考えれば、おのずとデザインも決まってきます。どれもあくまで顧客目線で考えることが大事です。顧客が欲しい未来は何なのか、自分のコンテンツを見てもらったときに顧客の理想の未来とイメージが結びつく画像は何か、カラーは何か、雰囲気はどんなものか、このあたりを考えつつ見た目に反映させていきましょう。個人的には小難しい硬いテーマの場合、猫や犬のキャラクターを使ってとっつきにくさを緩和しているクレショフ効果の成功例をよく見かけますね。悪魔的心理テクニックの31個目はメラビアンの法則です。メラビアンの法則とは、人が何に影響を受けて物事を判断するかの心理基準です。この基準は3つに分けられており、1言語情報 7%、 例えば話の内容自体だったり言葉の意味だったりですね。2番が聴覚情報、これが 38%、 こちらは話し方や声のトーン、スピード、声の大きさが与える影響です。そして3番視覚情報、これが 55% です。まあ、目から入ってくる情報ですね。仕草とか表情とか見た目ですね。影響力の強さの値から別名7対38対55ルールと呼ばれることもあります。まあ、これを見ると分かる通り、人が何に影響を受けて行動するかといえば圧倒的に視覚情報なんですね。まあ、つまり見た目の印象で決めているんですね。こちらもハロー効果同様、認知バイアスの一種ですね。ビジネスに応用するのであれば、これは商品パッケージに当たります。 YouTube で情報発信する時のサムネ、あるいは演者の身なりなど、デジタルコンテンツのイメージ画像、企画を打つ時のクリエイティブ、どんなに内容が良くてもパッと見の印象が勝敗を分けます。実例を出しますが、先日私は無料で学習資料をプレゼントする企画を行ったんです。こんな感じの副業スタートアップガイドでした。おそらくこれをテキストだけで告示してもこんなに応募来なかったと思うんですね。そこでデザイナーの野口さんにイケてる告知クリエイティブを作成してもらいました。こちらです。するとどうでしょうか。たった数日間しか応募期間がなかったのにもかかわらず、1200名超の方から受け取り希望が来ました。いかに見た目の印象が大事なのかが分かるのではないでしょうか。逆に言語情報、つまり内容での判断は驚愕の 7% しか影響を与えないわけですから、どんなに中身がいいことをアピールしても視覚に訴えてダイレクトに想起させなければ失敗するということになります。ただ注意してほしいのが、上っ面だけかっこよくして中身がすっからかんっていうのを避けた方がいいです。あまりにも入り口の印象とギャップのある内容だった場合、悪い口コミが湧いて信用を落とすことになるからです。いいものを提供することを大前提に、見せ方に力を入れるべきですね。悪魔的心理テクニックの32個目は決定回避の法則です。決定回避の法則とは、選択肢があまりに増えると人は選べなくなるという法則のことです。有名なジャムの実験でもおなじみですよね。スーパーの売り場で24種類のジャムと6種類のジャムの販売コーナーを作り、どちらの方が売れるか試した実験です。たくさん種類がある方が売れるんじゃないって思うかもしれませんが、結果は逆でした。24種類のジャム売り場では 3% の人が購入し、6種類のジャム売り場では 30% の人が購入したそうです。ビジネスにおいても提案する商品の選択肢はある程度絞った方が良さそうです。例えばアフィリエイトをするときとかランキング記事を書くかと思います。その後も選択肢は3、5、7のどれかがいいです。ブログやサイトなどを作ってコンテンツマーケティングをする場合でもテーマをなるべく絞った方がいいです。あれもこれもやるのはどれも中途半端になってしまいますからね。何でも屋さんはダメです。選択肢を絞った方が専門的な印象を与えることができますから、そのあたりも考慮するといいですね。悪魔的心理テクニックの33個目は松竹梅理論です。松竹梅理論とは選択回避の法則にも深く関係しています。
極端な選択肢を避け無難なものを選んでしまうというものです。うなぎ屋さんとかに行くと小地区倍で値段が分かれているじゃないですか。松8000円、竹5000円、梅3000円とかですね。まあ、こうなるとだいたい真ん中の竹を選ぶわけですよ。これはゴルディロックス効果とも呼ばれています。極端な選択を回避するといった心理効果で小竹梅理論も同じです。高すぎるものは贅沢だと感じるし、安すぎるものは品質が心配、だいたい外れないんだろうなと思うから、その無難な選択肢の竹を選んじゃうんですね。そう考えると損失回避の法則にも当てはまりますよね。よく見かけるのは販売ページの価格表記のところです。レンタルサーバーやウェブ系のツールの販売ページにはよく使われているあれです。ライトプラン、スタンダードプラン、プロプラン、こんな感じで使える機能と価格が変わってくるんです。そうすると大体の人は小竹梅理論からいって真ん中のスタンダードプランを選びやすくなるわけです。自分の商品やサービスをオンライン上で販売する場合はプランを3つほど用意しておくのがいいかもしれませんね。悪魔的心理テクニックの34個目はマジカルナンバーです。マジカルナンバーとはアメリカの心理学者であるジョージ・ミラー教授が発表した理論で、人が短期的に記憶できる数字の塊です。有名なマジカルナンバーは7。人間がインパクトを持って記憶できるのはせいぜい7個までということですね。そしてもう一つのマジカルナンバーが4。どちらもプラスマイナス1で利用します。ネットビジネスの中でよく使われる数字が357なのも納得ですよね。マジカルナンバーはビジネスの至るところで使うことができます。例えば今私が発信しているように YouTube で情報を発信している場合、ただ思いついたことを並べて話すより今日のお題についての理由は3つあります、1つ目はという感じで順序立てて話す方が構成がまとまっていて聞く方も分かりやすいでしょうし、説得力も増します。他にもしっかり情報量を示しつつコンテンツをまとめたい場合はマジカルナンバー7が使えます。7大特典〇〇7選とか見聞きしたこと多いですよね。7個もあると情報がまとまってるんだろうな、薄っぺらいコンテンツではなさそうだな、まあ、こんな印象を持ちます。サムネイルやタイトルなどではインパクトの強い357をシーンに合わせて使ってみましょう。悪魔的心理テクニックの35個目はアンダーマイニング効果です。アンダーマイニング効果とは自分の興味や関心に基づいて夢中になっていたことが報酬をもらうことによってモチベーションが下がってしまう心理のことです。先日私はこのようなツイートをしましたが、このことなんですね。好きこそものの上手なれと言いますが、報酬を目的にするとその事柄への興味や関心が低下しお金稼ぎの単なる手段になる。好奇心や熟達度などの内的動機でやってる時の方が楽しくて夢中になれるんです。だから逆説的だけどビジネスは最初は報酬を目的にしない方がいい。こちらはビジネスをする上での人との関わりや作業のコントロールに使えます。例えば外注スタッフを雇う際の話です。これは実体験なんですが、私は相場よりかなり高額な報酬を以前はお支払いしていました。いい仕事をしてくれるならと Mac のパソコンを支給したりもしていたんですね。ですがそんなスタッフのほとんどが残念ながらダメになってしまいました。もちろん受発注の関係であれば金銭的な利益は少なからず目的にはなると思いますが、金銭を得るための単なる手段に私がさせてしまった悪い例です。高額な報酬を当たり前のように与えてしまったがゆえにクオリティやモチベーションを下げてしまったんだと思います。これは自分の作業にも置き換えられる話なんですけど、ネットで稼ごうと思うとどうしても報酬ばかりを目的にしてしまいがちですよね。でも簡単に稼げるわけじゃありません。だからこそ私が初めの頃心がけていたのはやりがいやスキルアップなどの内的動機にフォーカスすることでした。そうすることで思うように報酬が上がらなくても楽しかったんですね。楽しかったから続けることができたし稼げるようになったんですね。逆説的ですけどネットの世界で稼ぎたいと思っている人はぜひ試してみてほしいなと思います。悪魔的心理テクニックの36個目はハームの法則です。厳密に言うと心理学ではないかもしれませんが、マーケティングに使える行動分析としてハームの法則を紹介します。ハームの法則とは人間の悩みをカテゴライズしたものでメンタリスト DAIGO さんが提唱している心理法則です。ヘルス、美容と健康、メンタル、アンビション、夢、将来、キャリア、リレーション、人間関係、結婚、恋人、会社、マネー、お金、頭文字を取ってハームですね。人の悩みは大体この4つに分類されます。マーケティングとは
商品やサービスを販売する戦略そのもののことを言いますが、そこにはお客の悩み解決が本質としてあります。ネットの世界でもハームの法則に該当する分野には強いニーズがあります。例えば広告主の商品を紹介するアフィリエイトをする場合でも、このハームの法則に分類される案件はとても売れやすいです。ダイエットの商品、化粧品、健康食品、資格取得、学習案件、転職案件、マッチングアプリ、結婚相談所、節約、資産運用などなどです。もちろんアフィリエイトなどではなくても同じです。自分で商品を持っている場合でも、ハームの法則に全く該当していない掃除用品を販売するぐらいなら、ダイエットの商品を販売する方が絶対に売れます。なぜなら掃除に対して深く悩んでいる人はいなくても、自分の体型に深く悩んでいる人は多いですからね。とはいえ集客方法、検索結果から人を集めるタイプ、 SEO でやってしまうとこの分野は難しいかもしれません。この領域は YMYL と呼ばれる上位表示するのが非常に難しい分野と酷似しています。ですからハームの法則に該当する分野で人を集めるときは SNS なども活用するのが大事そうです。悪魔的心理テクニックの37個目はマズローの欲求5段階です。こちらも行動心理学っていうよりは心理学的カテゴライズに当てはまるかと思います。マズローの欲求5段階とは、人間の欲求を5段階に分けてカテゴライズしたもので、心理学者のアブラハム・マズローが提唱しているものになります。第1段階、生理的欲求、生きるために必要最低限の欲求ですね。食べること、寝ることなど生命の維持に関わる欲求ですから、絶対に満たす必要があります。そして第2段階、安全欲求、安心して生活していくための欲求です。雨風しのげる家があることや、不自由なく快適に生活したいと思う心理のことです。そして第3段階、社会的欲求。これはコミュニティへの欲求です。人は何かに所属していると安心しますが、これは社会的欲求によるものです。そして第4段階、承認欲求。認められたい、尊敬されたい、愛されたいと思う欲求です。承認欲求には他者からの承認を求める定時の欲求と自己承認の工事の欲求の2種類があります。そして第5段階、自己実現欲求。自分という人間をもっと良くしようと思う欲求のことです。自分の可能性への模索や自己研鑽がここに当たります。このように5つの階層があり、下層の欲求が満たされない状態では上層の欲求には至らないとされています。例えば第1段階の生理欲求に分類される食欲が満たされていなかったら、次の段階である快適な暮らしに対する欲求は起こり得ないわけです。まず食べたい、とにかく食べたい、それが最優先になりますよね。逆に言うと、人間の欲求の最終目的地は自己実現のフェーズだっていうことにもなります。ビジネスでは主にターゲティングやペルソナに当てはめて考えることができます。自分のターゲットとしている顧客層がどの段階のフェーズにいるかを考えれば、訴求する内容も変わってきます。明日食べるご飯もままならず、来月家賃を払えるかどうかもわからないユーザーに自己実現のための商品やサービスを紹介しても絶対に売れません。人間は自分が属している段階の事柄に強い欲求を持ちます。誤解を恐れずに言うなら、お金がない人はお金に対する強い欲求を持ちますし、美しい洋服を持ちたい人は見た目に強い欲求を持ちます。人はみんな成長したいですし、もっと良くなりたいっていう前提のもと生きていますから、コンプレックスや足りないものは埋めていきたいと考えるんですね。自分が販売しているサービスや商品をゴールとした時、その商品を求めているユーザーはマズローの欲求段階のどこに位置しますか？ユーザーの悩みを解決し、興味や関心をかきたてさせられるのは該当する段階か次のフェーズです。悪魔的心理テクニックの38個目は根源的欲求です。根源的欲求とは、ジェフリー・ラント博士によって提唱されている人が最も本質的に行動する動機です。ハームの法則やマズローの欲求5段階と合わせて考えると、人がどんなことを理由に動くのか立体的に見えてくるはずです。10個の根源的欲求っていうのはこちらです。1、経済的な安定、2、健康、3、愛、4、安全安心、5、救済、6、自尊心、7、帰属意識、8、独立、9、性的欲求、10、美貌、個人的魅力です。もしビジネスをするなら、この10個の根源的欲求の中から市場ニーズがある、ライバルと差別化できる、自分の強みが活かせる、このような分野で商売すべきですね。
まあ、とはいえ最近の傾向としては、もし個人でネットビジネスをしようと思うのであれば、大きなマーケット、大きなテーマ、汎用性のあるポジションで勝負するのは避けた方がいいかなと思ってます。難しい話になりますので割愛しますが、弱者の戦略を取るべきだっていうことですね。小さな分野の専門家になることで、強いライバルや企業にはできない細かいところを取っていく方が今は稼げるかなって思います。例えば10番の美貌、個人的魅力の根源欲求があるからといって、ダイエットっていう超メジャーな市場で一般的なダイエットの方法っていう情報を発信して、ダイエット挑戦中っていう何の権威もないポジションで戦う、これでは絶対に勝てないよねっていう話です。それなら二の腕痩せっていうマニアックな狭い市場で圧倒的に濃い情報を発信して、二の腕トレーナーっていう独自のポジションを確立してしまう、この方がいいわけですね。これでブランディングを確立すれば、二の腕関連の商品を開発して販売することだってできます。普通に結構売れると思いますけどね。悪魔的心理テクニックの39個目は 3B の法則です。 3B の法則とは、ビューティー、ベイビー、ビースト、美人、赤ちゃん、動物の頭文字の3つの B を取ったもので、これらを使うと人の目を引きやすく、好感を持たれやすいという法則のことです。ネットの世界ではよく広告に使われます。綺麗なお姉さんか赤ちゃんが動物の画像を使うことでクリック率が大きく違うからですね。これは一般的なことなんですが、もっと踏み込んだことを言うと、最近では SNS にもこれを感じます。アイコンを 3B の中のどれかにすることで受けが良くなったりってありますよね。例えば Twitter でも犬とか猫のアイコンの人多いですよね。写りの悪い自社のアイコンよりも、ココナラとかでイラストレーターさんに書いてもらった可愛い猫のアイコンのアカウントが結構伸びてたりするのを見かけます。 YouTube でも動物と一緒に写るチャンネルって結構あるじゃないですか。あれも結局は意図的に狙っているかどうかちょっとわからないですけど、 3B の法則が働いています。特に難しいビジネス系の内容であれば、可愛い猫ちゃんとか犬とかが写っていればちょっと緩和されますよね。インスタとかだと圧倒的にイケメンとか圧倒的に美女っていうアカウントが伸びてますね。メラビアンの法則のところでも話しましたが、やっぱり視覚情報が重要っていうところもありますので、 SNS のアイコンは 3B の法則を取り入れたものを使いましょう。悪魔的心理テクニックの40個目は、カチッサー効果です。カチッサー効果とは、人に何かお願い事をするときに理由をつけることで相手に承諾を得やすくなるといった心理効果です。例えばこのような実験があります。コピー機の前で順番待ちしているところ、先にコピーを取らせてくれるようお願いしてみます。お願いの仕方が3つあります。 1. 先にコピーを取らせてもらえませんか。 2. 急いでいるので先にコピーを取らせてもらえませんか。 3. コピーを取らなければいけないので先にコピーを取らせていただけませんか。このお願いの仕方3つ言ったんですけど、この結果どうなったと思います？実はこの結果は、何も理由を添えなかった1番の承諾率は 60% にしかならなかったのに対し、急いでいるのでっていう理由を添えた2番では承諾率 94% になりました。そして面白いのは、コピーを取らなければいけないのでって言った意味のわからない理由を添えた3番でも承諾率は 93% だったんですね。人は理由がないと行動しない、いい例かと思います。マーケティングの世界でも至るところでカチッサー効果は使えます。例えば YouTube のサムネイルやブログ記事のタイトルでよく見る、知らなきゃ損するっていう言葉、これはユーザーの損失回避の心理をついたカチッサー効果が発動されます。これを見ないと損するからっていうもっともらしい理由が添えられていますから、ついつい中身を確認してしまいます。人は行動を起こす根源的欲求はこの10個の中に必ず当てはまりますし、これもこの中のメリットを得たい欲求とデメリットを避けたい欲求のどちらかの理由で行動します。どちらかといえばデメリットの回避欲求の方が強いんですけどね。自分がビジネスをしているジャンルのペルソナはどんな理由で行動しそうですか。例えば1番の経済的な安定の根源欲求を持っているユーザーであれば、稼げるっていう最もらしい理由があれば確実に行動するでしょう。それかこれをすることでビジネスに失敗しなくなりますっていう損失回避の訴求が効果的かもしれません。自分が向き合っているお客さんのニーズを理解して、こちらの提案している内容に必ず理由を添えましょう。さて、
ビジネスに使える心理テクニックを怒涛の40個紹介してきました。リアルビジネスにも活用できますし、もちろんネットビジネスにも圧倒的に活用できます。いっぺんにはね、覚えられないかと思いますので、概要欄にめちゃくちゃ詳細な目次をセットしておきます。困った時に辞書的に何度も使ってください。そして今回の心理テクニックを活かせる365日の無料オンラインプログラムが始まりました。この動画を見てくれている方はネットビジネスに挑戦している方がほとんどだと思いますが、ネットの世界でずっと稼ぎ続けるのって本当に大変なんです。少し実践的な内容にはなりますが、ネットでビジネスをするための超豪華な学習資料を特典として無料でプレゼントしています。成果を出すのが難しく、稼げても一瞬で稼げなくなるこのネットの世界で、本質的に長く稼ぎ続けるためのスキルが身につくこの無料プログラム、概要欄から1分で登録できますので、今回の心理テクニックを活かしつつ売上を爆増させてください。来月の収益が2倍になるかもしれません。このチャンネルでは副業で稼ぐ方法や個人で稼ぐ方法についての動画をいっぱいアップしています。特に今回の動画は前回の動画と合わせて見ていただけると相乗効果であなたの売り上げが大変なことになるかもしれません。ぜひ合わせて見てみてください。次の動画も超有料級な内容となりますので、まだチャンネル登録していない方は今のうちにチャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。